ヨシカ・フィッシャー、ヨシカ・フィッシャー、ヨシカ・フィッシャー、本名、ヨーゼフ・マルティン・フィッシャー、ヨゼフ・マーチン・フィッシャー、1948年4月12日体は、ドイツの政治家、同盟90、緑の党所属、元連邦外務大臣兼副首相、バーデンビュルテンベルク州ゲーラブロンに、肉屋の三男として生まれる。両親はハンガリーに住んでいた。 ドイツ系住民で第二次世界大戦後の1946年にハンガリー政府に追放されて西ドイツに従してきた。彼の本名はヨーゼフであるがヨーゼフのハンガリー語での愛称、洋シ家をドイツ語風に表記したを通名にしている。少年時代は教会で自社をしていた。1965年17歳の時にギムナジウムを中退して写真家の修行をしたが、 すぐに辞めた。その後しばらく玩具のセールスマンとなる。連邦共和国に対する激しい異議も押した手で知られる。いわゆる六十八年世代の一人である。1967年にフランクフルトアムマインで学生運動に投じ、左翼系出版社でアルバイトを始めた。同時にフランクフルト大学で左派の学生に人気が高かった。 テオドール・アドルのユルゲン・ハーバーマスらの授業に潜り込んで調校し、カール・マルクス、毛沢東、ゲオルク・ビルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルなどの著作を読みふけった。1975年まで左翼過激派団体、革命闘争のメンバーであり、警官隊との衝突に参加。火炎瓶も用いた、この団体との衝突で、警官十数名が重傷を負った。 フィッシャーが警官隊に立ち向かっている姿が映っている写真が、後に0 0 1年にマスコミに暴露されたが、フィッシャーはこの経歴を否定せずに謝罪した。この頃の友人にダニエルコーンイコールベンビットがおり、ルームメイトでもあった。1969年には、パレスチナ解放機構の会合のためアルジェに赴く。むく。百七十一年には、デュッセルスハイムにあるオペル工場に就職し、 内部から革命運動を組織しようと試みたが、半年後に解雇された。1976年3月14日、活動家、ウルリケ・マイ・ウンホフの死に抗議するデモに参加し、このデモで警官2名が火炎瓶で重傷を負った事件との関連で逮捕されたが、2日後に釈放される。翌1977年もドイツの秋と呼ばれる左翼過激派によるテロ事件。 幼人誘拐、殺害やハイジャックが頻発したが、フィッシャーはこの頃に過激派活動に疑問を感じ、活動から離れた。1981年に、ヘッセン州経済大臣射殺事件が発生した際、その犯行に使われた武器が1973年に、アメリカ軍基地から盗まれ、フィッシャー所有の車で運ばれたものであると判明した。フィッシャーはこれについて、 この車は知り合いに譲ったもので、後になって武器輸送に使われたと知ったと説明している。この間フィッシャーは様々な仕事を転々とした。1976年に運転免許を取得して1981年までタクシーの運転手をしており、また書店の店番やポルノの翻訳で生計を立てていたこともある。1983年には俳優としてテレビドラマに 出演、1986年には映画にも出演したが、いずれも実体験のあるフランクフルトのタクシー運転手という役回りだった。現実の政治に目覚めたフィッシャーは1981年、コーンイコール・ベンディットラと小政党を旗揚げするが、翌年緑の党に合流。ヘッセン州の緑の党は、彼が主導する現実派とエコロジー原理主義派の対立が起きた。 主導権を握ったフィッシャーは1983年のドイツ連邦議会選挙の候補に選出され当選を果たした。連邦議会に初めて議席を獲得した緑の党の連邦議会幹事会の一員となる。当時緑の党は議員の椅子を党員の持ち回り制にしていたため、フィッシャーは1985年に議員を実施。1985年、ヘッセン州では 社会民主党と緑の党の連立政権、両党のシンボルカラーから、赤緑連立と通称されるが成立。フィッシャーは、緑の党発の大臣として、州内閣の環境、を、エネルギー省に就した。先制式に、粗末なジャケットとスニーカー姿で登場して、先制を行い、スニーカー大臣と話題になった。1987年、 ハーナウに建設予定の原子力発電所をめぐり、両党は対立。フィッシャーら緑の党の大臣は更迭された。間もなく行われた衆議会選挙にフィッシャーは当選し、緑の党の衆議会幹事長に就任。1991年の衆議会選挙で再び赤力連立政権が誕生。フィッシャーはサイド州内閣の環境大臣に就任した。 この頃の功績として、化石産地として有名なメッセル、1995年、世界遺産に登録をゴミ埋め立て地としての利用から守ったことが挙げられる。1994年10月に行われた連邦議会選挙には、ヘッセンでの役職を全て辞して出馬し当選。フィッシャーは、同盟90、緑の党の代表である、共同議長及び党スポークスマンに就任し、 1998年10月まで勤めた。1995年にボスニア紛争への対応をめぐって党内に対立が起きるとフィッシャーは厳密な平和主義から距離を置き、党をより現実的な方向に傾けることに成功した。また、市場主義経済をめぐる党内対立でも彼の主導でより現実主義に傾いた。1998年9月、 16年もの、間政権の座にあったキリスト教民主同盟とキリスト教社会同盟が連邦議会選挙に敗れると47議席を獲得した同盟90、緑の党と第一党に躍進した社会民主党との赤力連立政権が成立した。10月27日、社民党のゲアハルト・シュレーダーが首相につき、フィッシャーは 内閣ナンバー2の副首相兼外務省に就任する。1999年のコソボ紛争の時には、同盟90、緑の党が党内で人道的介入に対する賛成派と反対派で分裂する中、オリも持ち回り順で欧州連合理事会議長でもあったフィッシャーは、ナト軍によるコソボ空爆を支持した。この紛争はドイツにとって戦後初の軍隊の海外派遣であったが、 フィッシャーは、セルビア当局の行いを、ナチスドイツのホロコーストになぞらえて、介入の必ず性を訴えた。海外派兵や、この比喩の是非をめぐり激しい議論が起こり、ベルリン高等行政裁判所は、この比喩を禁ずる判決さえ下している。実際のところ、フィッシャーや、ルドルフ・シャーピング国防相の主張に反し、コスボに強制収容所は存在しなかった。 この年5月の党大会でフィッシャーは彼を戦争犯罪人呼ばわりする反戦主義者手荒く迎えられ、そのうちの一人に赤い塗料を、血の色の入ったカラーボールを投げつけられ、鼓膜を破る怪我を負った。外務大臣としてフィッシャーは常にこうした問題を突きつけられた。彼は1995年に連邦議会での質疑でロシアのチェチェン侵攻を 核保有国による小さな民族に対する虐殺と急断したのだが、外省在任中の2000年には、チェチェン問題に関し、ロシアを孤立させてはならないと発言して激しく、非難された。2001年には党内に反対の声があったにもかかわらず、米国によるアフガニスタン戦争を支持した。しかし彼の個人的人気も手伝って、同盟90、緑の党への支持は堅調であり、 2002年の連邦議会選挙では議席増に成功した。この選挙の争点の一つにもなったイラク戦争の開戦前には盟友のフランスと歩調を合わせ開戦反対を訴えた。2005年初め、いわゆるビザスキャンダルが発覚した。これはウクライナなど東欧にあるドイツの在外交換に移動の自由の尊重などを理由にビザ発給条件を緩和する、要政府。 外務省ら法的根拠を書く政治的圧力がかけられたが、その結果それを悪用した犯罪組織による人身売買を助長したというものである。野党の主張で議会に調査委員会が設置され、フィッシャーは外務大臣としてテレビカメラの前で承認喚問された。フィッシャーは政治的責任を負うと表明した者の自らの辞任も否定した。 フィッシャー人気の低下は否定できなかった。2005年9月の連邦議会選挙の結果、同盟90、緑の党が格外に去ることが決まると、フィッシャーは世代交代を理由に政界引退を表明した。シュレーダー政権が退陣した2005年10月18日に、副首相、外相を辞任、11月22日まで暫定的に在任、翌2006年6月、 同盟90、緑の当館次会に最後の出席。9月1日、連邦議会議員を辞職した。政界引退後は、ゴールドマン・サックスなどで講演する生活だったが、2006年9月には、米国プリンストン大学の国際経済、研究員及び客員教授に就く。2007年には、自らの名を冠した経営コンサルタント会社を設立。ジョージ・ソロスが設立する。 国際問題ヨーロッパ財団の代表にも就任。同じくソロスが出資するプロジェクト新ケーとの中心メンバーでもある。また、ハイハ大学及びテルアビブ大学から名誉博士号を受けている。EU 改革を訴えているにも参加している。フィッシャーには5度の結婚歴があり、最近のものは2005年10月の28歳年下の亡命イラン人2世の女性との結婚である。 1980年代に結婚していた2番目の妻との間に一難かずめがあり、2005年4月に初孫が誕生した。彼はジョギングやサッカーが好きなスポーツマンでもある。環境や政治に関するものなど多数あるが一部の事典のみあげる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。